橋本徹氏が調子に乗って発言し損なう、維新の会人気にも響くぞ。6日朝のフジテレビ番組で高市自民党政調会長と橋本徹氏のトークでロシアの侵攻に抵抗するウクライナについて、最高司令官として最後まで戦う、という高市さんの発言に対し、橋本徹氏は、 日本の戦争指導者の不合理な戦闘継続意思によってどれだけの非戦闘員が犠牲になったか。知事市長時代、戦没者追悼式の主催者として多くの関係者の生の声を聞き、壮絶な悲しみに触れた。亡くなったご本人やご遺族のお気持ちに軸足を置く。戦いを自己目的化してはいけない。戦闘と同時にいかに不合理な犠牲を防ぐか。 すなわち住民退避の意識も同時に必要と、高市氏は目の前の現象に高ぶった発言をしていると印象をつけた。評論家関平太郎氏、中国危機化日本人、は、橋本さんの発したこの試験は極めておかしい。国が存続の危機に立たされたとき、肝心の最高司令官が最後まで戦わないつもりであったらどうなるのか。 そんなのは最初から亡国の危険な道ではないのかと橋本見解を否定した。橋本氏はツイッター投稿でガタガタ反論している。750年も昔、日本派元、モンゴル帝国、からいわれなき襲撃を受けた。元が使った朝鮮兵は手のひらをくりぬかれそこを縄で繋がれていたという。恐れをなした日本は決死の防戦を果たし、 幸運もあって撃退した。断固としてらわれずに生き抜くことを目的にしたのだ。橋本氏が現場で聞いたととくと,くとして語る例は、追悼式に特定意思を持って望んだ政党関係者とか、それらに丸め込まれた特定者の言い分ではなかったか。弁護士だから弁は達者、だが物事の底にある真理をつかみ損なっている。 極限の場での最高司令官の責任の重さと悲しみをりられよ。所詮自分だけ安全な外野にいて吠えているだけですぞ。だから日本を愛し信頼すること人一,一倍の赤兵士が目していられなかったとも思う。立憲民主党は菅直人氏が、日本維新の会は橋本徹氏が足を引っ張るってか。お聞きいただき感謝申し上げます。